福岡県で事業展開するエフコープ生協が社会活動財団を設立し、来春から県内の高校生を対象に奨学金の給付を行うと発表しました。共に作る暮らし地域という今度助け合いの理念に基づいてですね、今回の奨学金制度をですね、設立することにさせていただきました。今日設立されたエフコープ社会活動財団が始める奨学金は返済の義務がない給付型で、福岡県内に住む高校生が対象です。申請時にエフコープ生協の組合員である必要はなく、収入と成績の審査を経て小学生になると最長3年間毎月1万円が給付されます。エフコープ生協ではおよそ55万人いる組合員からの募金と個人や団体からの寄付を財源に、まずは家庭環境や経済的な理由で学びたくても学べない高校生10人に来年4月から給付を始める方針です。